ってことは。怪盗ね、こそこそしやがって。
今日もいたろ。前通るたびにジロジロ見やがって。何様だよあの警官ども。やっぱ噂本当なんじゃない？うちに怪盗がいるんだよ。はいはい、静かに。次、高巻さん、それと君、一緒に行っちゃって。え、なんで一緒？なんでって、別に一人は待たせておくからじゃない？さっきからそうだったでしょ。ああ、そっか、そうだよね。刑事さんからの指示なの。余計なことは言わないで、とっとと済ませてきてよ。そこへ。悪いね、すぐ済ますよ。保護観察中の子ね。鴨志田とやり合ったんだって？見かけによらず血気盛んなんだね。個性的なお友達ばかりだよね。北川雄介君に奥村春さん。お友達は大いに越したことないからね。時間取らせて悪かったね。行っていいよ。ああそうだ、これだけ聞かせてくれるかな。怪盗団ってこの学校の関係者だと思う？意外と若い子はそう言うね。ご苦労。参考にさせてもらうよ。悪いけど次の高巻さん呼んできてくれるかな。緊張して何回も噛みかけちゃった。警察の質問少しは慣れたと思ってたのに。みんな同じこと聞かれてたのね。お決まりの手口だよ。わざとそうしてボロ出させんだ。出してないだろうな、ボロ。多分な。手の汗とか気づかれたらヤバかった。しかし俺の名前まで出てくるなんてな。警察も侮れねえってことか。ねえ、面談の人怖くなかった？ないって。凶悪犯相手してきた顔だよあれ。なんだかごめん、お姉ちゃんのせいで。まこちゃん
それは違う。予想してなかったわけじゃないのに、いざ現実になるとね。正直どうしていいか。疑われない努力と疑いを晴らす努力だぜ。ええ、混乱すんのも無理ねえよ。私、捜査の手が実際どんくらい狭…てか、警察も気になるけど、今や市民全員…人気者だったのにな。ねえ、ハル、お父さんの身の回りに犯人の手がかり…その…辛いこと頼んでるって思…ううん、目をそらしてる場合じゃない。他のみんなは学校での過ごし方に気をつけて。2年生の3人にはいっそ学園祭実行委員に加わってもらうこと。なんで？怪しまれずに集まれるでしょ。それに目立つまいって思いすぎるのは逆効果。私は賛成。暇が多いとかえって弱気になって。何があっても後悔だけは。縁起でもね。だが学校に来られて聞き取りまでされたんだろ。俺も用心しないとな。今は守りで精一杯だな。だがなんとか真犯人にたどり着こうぜ。当然よ。頼んだぞ。はーい。なんてことだ。
また提案がありましてね。書いた後は例の。とはいえ、よくもこんな残虐非道な手口を思いつけるものですよ。ああ、どうなの？わかりますか？これだ。正解です。
くっそ、こんなことやってる場合じゃねえのによ。いちいち口に出さないで、疑われないためでしょ。明智五郎だ。これも明智。こっちもほとんどそう。匿名だとドイツも雄弁だな。ついこの前までの全皇帝の空気が嘘みてえだぜ。でも動かしてくれると嬉しいんだけど。集計のお手伝いに来たんでしょ。リーダーからも言ってあげて。俺たちだって情報収集してんだよ、ネットとか。物は言いようだな。うわ、これ見ろよ。犯人像の怪盗団の怪盗行為はフェイクで、殺人が本来の目的。奥村以前、はあ、ついに殺。バカすぎて逆にウケるぜ。くそ。結果出た。第1位は明智五郎君。はあ、明智？何今驚いてんの？さっきから言ってたじゃん。歌手とかアイドルとかじゃねえのかよ。ここまで人気が上がったの、完全に我が輩たちのおかげだよな。集計してんならいくらでも嘘つけんだろ。バカ正直に呼ばなくてもよ。こんなに圧勝じゃバレるでしょう。正直入れる人いるだろうって思ったけど、この結果は予想を超えてた。さすがにわざわざ危険をおびき寄せる具は避けたいわね。ゲストの話はちょっと考えてみる。そうだ、双葉ちゃんどうしてる？あの様子じゃ一人で何か調べてる気がするんだけど、聞いてる？足ついてこようとかねえよな。今は一つでも手がかりが欲しいし、いっそ気の済むまで調べてもらいましょう。何かつかめるといい。おう。怪盗団による犯行が疑われるとの警察の発表に対し、明智五郎さんが会見を開きました。これまで批判されながらも怪盗団に正義はないと訴えてきましたけど、実は一連の不審死と怪盗団は僕は無関係だと思っています。なんですって？怪盗団に警鐘を鳴らしたのはそもそも明智さんが最初でしたよね。彼らが危険な存在であることに変わりはありません。でも事件と彼らを今すぐ関連付けるのは短絡的だと言いたいだけです。この事件にはまだ不審な点が多い、裏がある気がするんです。なお明智さんは今後マスコミへの露出を控えると発表しており。どういう心境の変化かね。真剣な顔で携帯見つめて、あれか、別れ話か。モテる男気取りか。調子のんじゃねえぞ。つうかお前大丈夫なんだろうな。学校警察来てるらしいが。
関わってないならいいが。まあいい。なあ。それはどうだろう。また会おう。誠、新島さんから何か捜査な。それがお姉ちゃん、その手のもしかしたら
私が何かミスしたかも。考えたんだけどね、明智くん呼んでみようと思う。マジか。危険をおびき寄せるのは避けた方がいいとかって。危険はもちろん承知。でも有力な情報源なしじゃ警察の包囲網に勝てっこない。お姉ちゃんは期待できなくなったし。まさか明智くんなら警察にも通じてるからってこと？彼を情報源に。こいつは大胆だな。誠にしちゃ珍しい提案だ。彼の昨日の会見見た？突然の怪盗団擁護発言、裏があるの一言。完全に怪盗団が見てるって意識して言ったんだと思う。だからって人の集まる。かけよ。しかも部は。でももうそんなこと。どう？あっ、なら呼ぶね。みんなもいいよね。私はいいよ。私が考えるより絶対。情報源と言わず味方にできれば心強いな。待った、どうやって連絡取んだ？マジか。連絡先送ってくれる？早速連絡してみる。ぶっちゃけ明智苦手なんだよな。好き嫌い言ってる場合？情報源だと割り切れ。もう返事来た。考えさせてくれだって。待てよ、あいつ確かテレビとかにはもう出ねえって。だから考えさせてくれなんだろ。断られたらどうするの？食い下がるだけよ。悔しいけど今は他にすがるものがない。何としても頼み込むつもり。頼むぜ誠。聞いていただけませんか？グイ。ん？君が良ければ。よし。皆さん、ですが、
ありがとう。よかった。ありがとう。いや、ではまた頼むよ。あのさ、そうだ。じゃあ君、これだ。正解。おかえり。
随分遅いんだね。どうです、最近景気は。見ての通りだよ。新島の嬢ちゃんは元気か。残念ながら最近あまり会わなくて、あの人は僕とは意見が違うようですし。それではこの件につきまして指導議員に伺いたいと思います。怪盗団なんてものが野放しなのは国の怠慢と言われても仕方ないでしょう。要人ばかり狙われるのを見てきっと腰が引けてるのがいるでしょう。市民の皆様には迷惑をかけて申し訳ない。すぐに超党派会合をもって対策を講じますよ。政治家のくせにできたやつだよな。すぐやるって言い切るとこがいいよ。私はこの件に使命感を抱いているんです。全力で取り組む所存ですよ。悪党の勝手な世直しなんて、それこそ世直ししてやらないと。国民の皆様の関心にすぐに応えるのは政治家として当たり前の使命でしょう。今時なんともけなげなやつだね。うちには政治家の不祥事、外には悪党が野放し。悲しいかな、これが我が国の惨状です。一日も早く立て直さなくては。国民の皆様にここでお誓い申し上げます。何ぼーっと突っ立ってんだ。俺はここに立つのが仕事なんだよ。清廉潔白で圧倒的なカリスマ性があって、ようやく日本にも任せられる政治家が現れたって感じがするね。ねえマスター。悪い、聞いてなかった。悪党か、まあそう見えるんだろうね。でもあれじゃ本質を見逃してる。無差別に人を襲う連中なら、どうして教師や画家なんかに謝罪させたと思う？一つの集団がやったことなのかな。もし全部が怪盗団じゃなく改心だけなら、彼らがたとえ無罪じゃなくても僕が本当に遂げたいこととすごく近いのかも。最初に会った時から特別な感じがするなって思ってたけどさ、君の前だとなんだか全てを話しちゃいそうだよ。なあ、そうだ、君の通う囚人学園から講演会のオファーがってもう知ってるか。せっかくの機会だからオファーを受けることにしたよ。ごちそうさま、美味しかったです。そりゃどうも。会えてよかった。それじゃあ。
お願いします。ありがとうございます。
今日はありがとうございました。盛況だな。人、去年より全然多い。そりゃそうだろう。有名になっちまったし、怪盗団に鴨志田に校長、しかもゲストが明智だぜ。私服警官とかいるかもっていう。普通の学生っぽさが大事だな。学園祭っていろいろ見て回ったり食べたり。決まりなんかねえよ。前海行ったろ。ならみんないれば気楽ね。リーダーやリュウジは前に先生たちが何人も聴取された上に気持ちを緩め。確かに初期メンバーはだいぶ長い。それだけ足もつき。わったよ。まあまあそのくらいにしましょう。会話の内容。春はえらく楽しそうだな。そういえば模擬店とか。まあ気分転換はしたいな。じゃあ模擬店。そっか、あなたもそこそこイケてる。なら私いいお店知ってる。ついてきて。ここだよ。メイドたこ焼き。ご新規様ご案内。お前んとこの店かよ。いいじゃん、模擬店でしょ。かんこ取りやべえ。まあ人目がないから話するにはいいかもだけど。ほんのここへ来るまでの間にも噂いろいろ聞こえてきたね。あることないことな。来たぞ。普通に振る舞えよ。知るかよ。この場がもう普通じゃねえしよ。おかえりなさいませ。はい、オーダーどうぞ。オーダーって言っちゃうのかよ。雑だなおい。変わり種がいろいろあるな。普通のにしとけって。どうせ。申し訳ございません。普通のは前のお客さんで売り切れました。んだよ。では明太チーズたこ焼きを。すみません、明太子切れてまして。じゃあこのイカ入り。今イカ取りに行ってます。あと5、6時間はかかるかと。嘘つけ、絶対ねえだろ。てかこれ典型的なぼったくりじゃねえか。実はメイド服に凝りすぎてそこで予算ほとんど使っちゃってさ。タコはあんま力入ってないっていうか。みてえだな。リュウジ目立ってるぞ。なら今あるものでおすすめは。ロシアンたこ焼きです。じゃあそれください。少しお時間がかかりますので。もうタコは忘れて本題話そうぜ。っていうか鴨志田まで被害者扱いになりかけてて、もうやけ食いしたい気分。校長も狙われたという憶測も聞こえたな。俺は明智五郎の人気ばかり耳に届いたな。全部怪盗団のおかげだろ。つかさ、明智の野郎が出演受けたのって意外と。ああメディアでつやほや情報を取るつもりが。気楽ね、器が。でも明智くんの動き。お待たせしました。焼きたてだって。嘘だ、レンジの落としたし。まあ学祭にカリカリのたこ焼き。ロシアンたこ焼きってよ。隠し味にジャムでも入ってるのかしら。なんだか美味しそうじゃない。
この中の一つが特別です。いや、一つ明らかに真っ赤だろ。どう見たってそれだろ。おい、まさかロシアンってあえて行くのが男って感じ。そうなのか。俺は形状の美しいものだが、どれも不格好だな。あら、みんな食べないの？なら私が特別をいただこうかしら。まさか素で行こうとしてる？なら、お前が赤いの言っとくか。お、さすが。あれ、みんなお揃い？講演会明日なんだけど。会場の下見にね。大勢のお客さんが来るのに失敗はできないし。やる気だけど、さすがに気づかれちゃって、周りから質問攻めにあってさ。そりゃおめえが迂闊だろ。正直根も葉もない噂の話ばっかりでうんざりして人のいない方に逃げてきたんだ。これ一ついただくね。あ、特別出演料代わりってことで。それいいから。うん、おいしい。息はやばいって。喉が、これは胃の中が大炎上だ。大丈夫？水平気に決まってるだろ。僕辛いの大好き。大すおい、これかじゃ、明日よろしく。うわ、痩せ我慢やばい。歩き方ゲーみたいになってる。 CM でも狙ってんのかよ。だが本当にただの下見か。いかんな、どうも。何事も妙に勘ぐってしまう。気持ちわかるよ。私も明日は頑張らないと。なんとか情報源に。ううん、絶対やってみせる。明智のやつ来た時みんなお揃いって言ったっぽくね。みんな気のせいだろ。これで一通り回った感じ。気疲れが尋常じゃなかったな。会話に気をつけるは難儀だった。ほんと定期試験級にしんどかったかも。一番の思い出は特別を口にした探偵の挙動だ。私は楽しかったよ。みんなと一緒だったし。ハル、どうする？もう少し回る？ありがとう、もう満足。早めに帰って休もう。明日は明智くんだし。賛成だぜ。あの野郎どう出てくる。おや？帰るぞ。俺は
どうかな。では。まあ、ありがとうございます。そうだ。俺は。
うん。では、失礼します。よし。ったく。説明しよう。それではただいまより講演会を始めます。
吉五郎さんです。なんだかすみません、こんなに集まってくれてるのに。歌手の方とかマスコットとかの方が皆さん嬉しかったですよね。本日明智さんには巷を賑わせている怪盗団、その捜査過程の実体験などをお聞かせ願えればと思います。尋問される側には慣れてなくて、お手柔らかに。あいつどこまで知ってんの。怪盗団を悪と言ったかと思えば、でも殺人はしてないと。真犯人の目星がついてるのか、それとも怪盗団の正体に気づいてるのか。そこんとこうまく聞き出してくれよ、頼む。誠、正直言ってどのくらい進んでいます？怪盗団の捜査、差し支えない範囲で。いきなり確信ついてきますね。差し支えない範囲ってことで話すと、テレビやネットに出てるのが全部です。まだ足取りはつかめていませんし、犯行の手口も未だ判然としません。なるほど、国家権力をもってしても逮捕は困難を極める、そういうことですね。あまり大きな声では言えませんが、まあそんな感じです。お答えいただきありがとうございます。ところで、明智さんは怪盗団と殺人との関連を否定されたそうですが、怪盗団の不正義を訴えてきたあなたがなぜ